泉城は、栃木県焼田市、大浅東泉正寺高城にあった、日本の城。平安末期の築城。昭法元年9月19日廃城。泉城は、現世塩谷市の重臣、泉五郎金主家が、東泉に城を築いたのに始まる。以後、泉市は、塩谷市の家臣として仕える。泉市については、ほとんど記録がなく、代々、 泉五郎を名乗ったためか、各年代の記録には、泉、泉都政のみか、泉五郎、泉五郎としてのみ記載されていることが多く、何代目の誰なのか把握することができない。唯一名前で確認できるのは、初代の泉兼重と泉氏の泉上司としては、おそらく最後の代であろう泉正人だけである。なお、宇都宮家臣に、泉宗吉という名が見えるが、これが、 泉城の泉氏と関係があるものか、その出自等は全く不明である。泉氏は、塩谷氏のかなりの重心だったようで、江戸時代中期に書かれた宇都宮氏の家信書上張りには、岡本正地よりも先に、名前が列挙され、塩谷高綱の家信を記した文献には、泉城代として、泉五郎寺塩谷区内と記され、主君の塩谷生を名乗ることを許されていた節すらある。 泉市時代の泉城の記録についてはほとんど残っていないが、宇都宮市の家臣の記録として、天正十二年に泉五郎と総八郎が泉里の支配であったことが記されており、塩谷市の重臣大沢市の記録には、天正十五年八月十一日、塩谷のうち泉立那須より大勢赤来とあり、泉城が大那須の最前線であったことが伺える。ただ、 この記述の年代については、大沢焼のこの近辺の年代に、ズレがあるため、必ずしも正確ではないことは付け加えておきたい。しかし、天正18年の小田原征伐の後、泉里が岡本市の支配となると、泉市は泉城を退去して、泉市時代が終わる。泉市の泉城については、栃木県塩谷町にある泉城であるとする説がある。しかし、 これは間違いである。平安時代後期に活躍した斎藤修活を外する斎藤氏の系図を見ると、斎藤清忠の代の栄章を9年に、清忠が塩谷町の泉の大名山にあった飯岡間に住したことが記されており、塩谷町の泉城は泉氏の居城ではない。焼い市や他の資料を見ると、泉城の築城は岡本正近が最初であるとする説明が多く、 見られるが、すでに説明しているように、岡本市以前から、泉城は存在し、また、岡本市以前に、泉城が存在したことを証明する事実として、泉城の東側の丘陵に、那須神馬という孫穴が残っており、岡本市の泉城が、那須市に攻められた事実はないので、泉城が、泉市の居城として築城したことを裏付けるものである。天正19年に、 岡本正近が泉城に移ると、約6年の歳月をかけて泉城は改修された。城に石垣などはなく、規模としてもそれほどの歳月をかけるほどものではなかったが、岡本市の六高が3800国程度であったこと、城下町の開発も同時並行で行っていた財政的事情もあったろうが、この時期、豊臣秀吉による、 朝鮮出兵が行われており、領内開発を理由にこの労役を軽減するため、開発をわざと長引かせたという政治的理由もあったろうと考えられている。さらに、この頃正近は豊臣秀吉の命により、周辺地域の検知を行っており、これらの役目により築城が遅れたという事情もあった。この改修を得ると、正近は隠居し、家督を、 娘婿の子である吉安に譲った。吉安は徳川家の旗本として、江戸と泉城を往復し、泉城を留守にすることが多かった。そして、吉安が没しその子、吉政の代になると、泉騒動が勃発。商法元年3月10日、吉政は偶発の事件を予想用事の岡本保津心を、泉城内にて、家臣に殺害させる。しかし、 これが、幕府に訴えられ、岡本氏は改役。吉政は、九州の久留米藩に28年間にもわたって、お預けとなり、泉城は、商法元年9月19日に、幕府の役人に明け渡され、廃城となった。下付国市親軍、田所村の文読4年11月2日付の田所、村県知町に、現知者として、岡本さぬきの名が残る。ありがとうございます。